はい、じゃあ引き続き説明していきます。ウィーン体制とその揺らぎ、その揺らぎ、先ほど概要の方を説明させていただきました。次、意義について説明させていただきます。で、言っても、まあ、ウィーン体制の具体的な展開をそこまで説明してない中で意義を説明するのはなかなかに恐縮なので、まあいくつか具体的に見ていきましょうか。革命は3つの波に分かれて起きると私は評しました。1つが1815年、1つが1830年、最後が1848年です。これがきっかけが、きっかけが議定書、ウィーン議定書、まあ、ウィーン体制の一番の始まりですね。ウィーン議定書であり、1830年の方は7月革命、フランスで起きた7月革命です。1848年の方は2月革命と言われるような、これもフランスで起きた革命で、この1848年の2月革命でメッテルニヒなるものがなんか死んでしまって、死んでしまわねえよ何言ってんだ。メッテルニヒっていうような、そのウィーン議定書とかウィーン会議ですごい活躍してた外交官が国外に逃亡して、それでウィーン体制は一応崩壊することになっています。ここでメッテルニヒ逃亡ですけれども、じゃあ具体的にここで何が起きてったのかってくれると、例えば1800ここの革命の第一波1、2、3っていう風にあるんですけれども、一番初めはやっぱり秘密結社的な動きがすごい多いんですよね。それがイタリアにおけるカルボナリ、カルボナリ島の反乱でありましたし、ロシアにおけるデカプリストっていう12月島っていうような、デカプリストの、まあ、既存の国家王様に対する反乱で示されたりしました。あとギリシャの独立戦争もそうですね。ここで分かっておいてほしいのが、ウィーン体制の崩壊はナショナリズムの表出の表れの一つの過程と説明しました。イタリアとかロシアとかすでに国がある中では、その国を、まあ、こういう表現をすると非常に恐縮ですけど、民主化する過程で進んでいくわけですね。でもギリシアとかだと、そのナショナリズムの表出の仕方が違って、ここはオスマン帝国の支配下をずっと受けてたところで、そこから独立しようっていうような独立戦争としてナショナリズムが一つ現れるわけですよ。つまり何が言いたいかっていうと、1800、ウィーン体制期間、まあ、1815年から1848年、この2つのここの間に展開するのは、基本ナショナリズムがどのように各国において表出していくか、それを既存の旧体制アンシャンレジームどもがどうやって押し潰そうとするか、その2つです、押さえるべきは。まあ、とりあえずこれは実はこういうふうに分かれるわけであって、まあ、1つは国内の改革という形で、秘密結社的なものが頑張ったりする。もう片方は、既存の国家、既存の国家からの独立という形でナショナリズムが表出するっていうことをちょこっと触れて、これ頭止めといてくれて嬉しいんですけれども、次、そうですね、こっち4月革命のやっぱり覚えておきたいようなところは、ドイツの完全、ドイツ完全同盟だな、やっぱりドイツ完全同盟っていうのがありまして、と、あとベルギー独立いっちゃおう。これは2つ、国民の統合の仕方っていうところで面白い視点がありまして、ナショナリズムっていうのは、まあ、国民っていうものを作り出し、なおかつその国民が一つの共同体として国家を形成しよう、国民国家を作ろうっていう動きの表れでもあります。ドイツ関税同盟っていうのは、これは経済的な観点から国民国家の生成を進めようとしました。ドイツって、まあ、この時ウィーン体制の中でもういくつかの州の集合体みたいな形、ドイツ連邦になってるんですよね。州というとあれですね、邦ですね、ドイツ連邦っていうものになってるんですよ。でもこの連邦の中で、まあ、それぞれの邦の間に重ねるような関税
とかを、まあ、まあちょっと休みにしよう、なしにしようとかっていう、まあ今で言ったら EU みたいな試みですよね、っていうことをすることでドイツっていうようなものの国家の経済的な結束を図った。まあ別にドイツ連邦は当時このくらいありまして、実際半分くらいの州しかドイツ関西同盟には参加してないんですけれども、これでも確かに国民としてドイツが固まる一番初めの動きではあります。次、ベルギー独立。これは元々ベルギーってオランダ、まあ昔はネデルラントって言いましたけれども、まあオランダの、一部だったんですよ。でもどうも実はね、国民国家、国民という形で国家を一つ統合していこうって中で、ベルギー、今の言葉で言いますね、だから今のベルギーと今のオランダを足したら当時のオランダになるんですけれども、まあここをやっぱ国民として統合を図る中で一番大切なのは言語とか心情とか人種とかなんですよ。だって違う人って分かるじゃないですか。言葉違ったらそれは違う国民になんなきゃなんねえだろって思うじゃないですか。まあこれは分かんないです、これからグローバル化が進む中でどういう時代になるのか僕は分からないんですけれども、やっぱり言語、宗教、人種っていうのは当時国家を新しく再編成する中ですごい重要な問題でもあります。それはある種近代における絶望でもあり、例えば、まあ、他の授業とかでやってるのかもしれませんけども、クルド人問題とかだったら現在でも尾を引いてるわけじゃないですか。移民とかだってある種自分に対する異質なる他者っていうものに直面した時の各々の反応でもありますよね。まあ、それは置いといて、例えばなぜ、まあ、ベルギーが独立してしまったかというと、国民国家として国民を一つのシンボルとしてまとめる時の宗教が現在のベルギーと現在のオランダの間で違ったからです。まあ、要はこっちは経済、こっちは宗教的な観点で一つ国民国家を形成しようとした動きの表れでありました。じゃあ最後具体的な展開、48年も見ちゃいましょう。48年でやっぱり押さえといてほしいのは、そうだな、2つですかね。これはフランクフルト国民議会だ。汚くてごめんなさいね、ジー。でも僕が言ってるから読めますよね。フランクフルト国民議会と、もう一つはやっぱりポーランドかな。ポーランドはやたら熱いんだよな。ポーランドね、しょっちゅう独立しようとするんですよ。昔ポーランド分割っていうことがあって、なんかよくわかんないままにポーランドって国王の権限がすごい弱かったから、なんか周りのプロイセンとかオーストリアとかフランスとかに領土どんどん分割されちゃうんですね。まあそれは別に置いといて、そう、あとハンガリーとマッツィーニもやっちゃう。ハンガリー、マッツィーニ、もう名前だけ書いちゃおう。こういうことをやってるからちょっと時間がまたまずくなるのかもしれないですけども、でもまあさっきでやっちゃったら、まあいいでしょ。フランクフルト国民議会、これはドイツの中でナショナリズムの一つの表れを象徴する、ナショナリズム、国民の中に主権が持っていくときに何が大切になってくるかっていうと、新しいその結論を下す機関ですね。国民議会っていうのはそういうことです。こう国民っていう風に打たれてるのも注目してください。これはまあナショナリズムの一つの表れの成果できた議会であります。王様っていうものをもし失ったときに、次にその権力を担保するものは何になるのか、まあ、結局ドイツっていうのは立憲君主制を取っていくわけですが、まあ、それはまあベルギーが立憲君主制の憲法を一番初めに作って、それを各国が真似したっていう事情とかもあるんですけど、まあそれは置いといて、まあこれは一つの国民統合の表れでもあります。ポーランドとハンガリーではやたら騒乱が起きてます。これはなぜかと言われると、先ほどのギリシア独立戦争の時とも同じように、ポーラリンドってなんだよ、これは広いな、ポーランドだ、まあまあ、ポーランドとハンガリーでは、まあ、この辺は強国に囲まれてるわけですね。やっぱり一つはオーストリアでありますし、一つはオスマン帝国でもあります。この強国からどうやって自らが民族としてまとまるときに結束を持てるかっていうのは、彼らの反抗、独立という形でナショナリズムの表出が現れるわけです。まあ、ついにこれはイタリアの、まあ、政治家と言いますね、政治家ですね、ローマ共和国っていうのを立てます。まあ、イタリア王国の中にローマ共和国建てて何やりてんだって言われるかもしれませんけど、まあ、最終的に周り、特にあれですね、このウィーン体制の時の勢力均衡を唱えてたような奴らにボコボコにされちゃって、まあなんかローマ教皇も滅びちゃうんですが、まあこれは一つマッツィーニなりの国家のまとめ方でもありました。チャーチスト運動っていうのはイギリスの方で展開した選挙、自分に選挙権を求める運動です。
これも国民として一つ統合していく限りでは選挙っていうものを絶対経由しなきゃいけない。それは選挙っていうのが国民の代表を決めるものだから、それが、まあ、満足できてないっていう、まあ、運動がありました。まあ以上ザッザッザッっていう形で3つの革命の波の、まあ、メインのイベントをさらえていきましたね。じゃあようやくこれ具体的な展開触れちゃいました。ようやく意義に行きましょう。新しい二項対立です。ウィン体制とその開きが示すところの新しい二項対立、これは何かというと、先ほどもちょこって説明しましたが、ブルジョワジー VS、ちょっともうブルジョワでいいですね、ブルジョワジー VS プロレタリアートです。これは何かと言われると、あのもう王侯貴族はねやられちゃったんですよ。あのフランウィン体制の開きでもう2月革命でもう何ですか、もうメッテルニヒとかボロボロですよ。これから何になってくるかっていうと、まあ、金持ち市民 VS 貧乏市民の戦いです。それはどういうことかって言われると、ブルジョワジーが保守化したんですね。昔はブルジョワジーとプロレタリアートはなんか円満でなんか仲良くやってたんですよ。王侯貴族と戦うための一つの目的のもと、なんか仲良くやってたんですけれども、いざさっきやったような1830革命とか1830年とか1848年の革命を見てると、あいつらやりすぎだろ思っちゃうんですね。それがなぜかと言われると、ブルジョワジーが求めるところの理念は大概の場合は自由なもの、自由であることなのに対して、プロレタリアートが求めるのは平等ですから、これはものすごい対立する概念として、フランス革命の中で2つこの概念は並行して取り上げられましたが、すごい相反する概念ということを理解しておいてください。そうで、ブルジョワジー自体が保守化してしまうんですね。まあ、かつて、この関係の中で王侯貴族に弾圧された関係なのが、プロレタリアートが、プロレタリアートは今度ブルジョワを弾圧するようになった、保守化するようになったっていうことです。そうだな、もうちょっとここ説明したいから、ごめんなさい、次のビデオにもう一回行きましょう。では。